視聴者さん4000名に来た春に欲しいアイテムはということで、今からご紹介していきたいなと思います。アンケートの方はね、このようにデニム、ブルゾン、レザー、マウンテンパーカー、どれがいいですかっていう風に聞かせてもらったんですよ。全部は紹介できないんですけども、紹介していきたいなと思います。はい、本日ね、視聴者さん4000名に来た春に欲しいアイテムはということで、今からご紹介していきたいなと思います。先日ですね、こちらの方に YouTube の方でコメントっていうかアンケート取らせてもらったの、プラスアルファ、Instagram の方でも取らせてもらったんですね。で、そしたら皆さんからこういろんなお声いただいて、まぁ、ちょっと全部は紹介できないんですけども、紹介していきたいなと思います。まずはアンケートの方から見ていきたいなと思うんですけども、アンケートの方はね、このようにデニム、ブルゾン、レザー、マウンテンパーカー、どれがいいですかっていう風に聞かせてもらったんですよ。まあ置いてる分やったら分からへんと思うので、実際着用していくと、デニムとか言ったら、こんな感じですね。デニムジャケットって前アンケートでも撮ったけど、意外と女性受けいいじゃないですか。僕そういうの結構信じるからね。はいはいはい、女子受けありねみたいな感じで結構思ったりするので、こういうダメージの多いタイプっていうよりかは、結構シンプルなやつは、あの渋谷の20代に聞いた女子受けは良かったってことで、しっかりインプットしておりますので、まずはデニムの方ね。で、次が、まあ、こんな感じで、ライトアウターといいますか、こんな感じ、まあ、例えばバブアーのブルゾンとかもそうやと思いますし、バラクータなんかもそうやと思うんですけど、まあ、こういう感じの春のアイテム。で、次はレザーのアイテムなんですけど、レザーちょっと家に持って帰っちゃったんで今ないんですけど、まあ、着てる写真こっちにあるでしょう。まあ、こんな感じのイメージですよね。まあ、これは男受け抜群。僕のジム行ってる時にジムの視聴者さんも、タクゾ君レーザーやっぱかっこいいねっていつも言われますので、これは男子受けですね。めちゃくちゃするということで、最後がマウンテンパーカーなんですけど、実はマウンテンパーカー、この画像から見たらめちゃくちゃ分かりにくいと思うんですけど、こちらですね、これ実はノースフェイスじゃないんですよ。マウンテンパーカーって言ったら僕ノースフェイスだと思われてると思うんですけど、これ 10C ですね。つい先にレビュー動画こっちにもあると思うんですけど、レビュー動画出してもらったんですけど、 10C でマウンテンパーカー撮らせてもらった。さあどれがいいですかっていうことなんですけども、皆さん最もやっぱり多かったっていうのがこのマウンテンパーカーですね。この春やっぱ欲しいアイテムっていうと、やっぱりマウンテンパーカーがいいかなっていうことでおっしゃっておりました。で、しかも票数見たら圧倒的 54% がこのマウンテンパーカーを、まあ、この 10C って言ってるわけじゃないですけど、ノースフェイスとか、まあ後から出てきますけどモンベルとかね、アークテリクスとかっていうのも出てきますけども、そういうのが結構皆さん欲しいアイテムやったということでアンケートになってます。じゃあ具体的にどういうアイテムが欲しいんですかっていうところですよね。皆さんね、僕と一緒に被ってるかなと、やっぱり皆さんもそうなんだなとかっていうところね、一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。僕は個人的に意外やったんが、今回皆さんから個別にいただいたアイテムの中にレザーが入ってなかったんですよ。レザー入ってないと思ったんですけど、なんかレザーが最近ちょっとずつ微妙なのかもしれないんですけど、僕個人的には好きなんですけどね、そんなことになっております。インスタグラムの方ではこんな感じで、ロサンゼルスに行った時に、どうですかっていう風にコメントは取ってるんですけど、この春買うものはって書いて、トップス、アウター、靴、アクセサリー、小物って書いてありますけども、そんな感じで、いただいたお声を何件かご紹介していきたいなと思います。まずは結構多かった声としては、マウンテンパーカー系ですよね。で、特にこのアークテリクスですよね。アークテリクスの、ベータジャケットっていうジャケットがやっぱり最も人気はありましたね。っていうのもこれ見てもらったら分かると思うんですけど、僕ね買ったの多分2年とか前なんですよ。で、アークテリクスのやつ他にも何年も前に買ってるやつあるんですけど、そのまあ見たら分かる通り黒じゃないですか。だから何年経ったって別に古臭くならないんですよね。ただそのノースフェイスとかってやっぱり流行りとかもちろんある色味であったりするので、まあ今から着るんですけど、例えばこういうケルプタ、これってまだ4年とか5年ぐらいしか経ってなくて、もうあんまり着てないから、まあめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ただこれ着ていくとね、ちょっとあれ昔流行ったような気がするなみたいな感じに見えちゃうんですよね。だからそれちょっと一回着てみたいなと思います。はい、まあどうです、なんかちょっと昔みたいな気がするじゃないですか。ちょっと今っぽいっていうよりかはなんか数年前見たかなみたいな感じのイメージになっちゃうんですけど、まあ、このバイカラーが一時はもちろん流行ってはいてたんですけど、やっぱ長く着るって考えた時にこのアークテリクスはすごい人気になってくるんじゃないかなと思います。あともう一票ね、その他の人が言ってたんが、このモンベルのねゴアテックスのジャケットで、あのゴアテックス史上ゴア社がとんでもないぐらいびっくりしたんちゃうかっていうぐらい破格の値段で出してるマウンテンパーカーですね。これに関しても一人の方が言ってはったんですけど、今年欲しいですというふうに言ってはりましたけども、まあ確かにこれも言うたらワンポイントここにあるだけだから、周りから見てね別にいやモンベルや、うわアークテリクスあんま思わないんですよ。アークテリクスとモンベルって旗から見てて、僕のこの服見てアークテリクスとモンベル見て、うわこれすごい違うと思わへんじゃないですか。着てる本人が一番変わるんですよね。あーモンベルかーっていうのと、おアークやんっていうのって全然着てる本人は違うけど、見てる方からしたらただの黒のジャケットやんっていうことなんですけども、まあそういった差がね、着る方にはちょっとあるようなジャケットになってくるんじゃないかなと思います。モンベルは別にディスってるわけではございませんので、モンベルの社員さん怒らないでくださいということなんですけども、まあそういうお声があったりだとか、あとはですねコーチジャケットっていうお声もありましたね。コーチジャケットもちょっと僕基本的にあんまりコーチジャケット着ないんですけど、まあこんな感じでロンティーとか半袖とかそういうのに合わせたりします。書いていただいてたんですけど、まあこんな感じで、まあ確かにこれでももちろんロンティー
インナーでも着れるけど、パーカーでもいけますね。中パーカーで着ることも全然できると思うので、まあ、相性いいので愛用してますってお声があったりだとか、あとダウンベストをね着てはるっていう方もいらっしゃって、この春はダウンベストで過ごしてますとか、あとヌプシのダウンベスト買ったとかいうお声があって、ちょっとダウンベストも一回着てみたいんですけど、どうも僕何回着てもダウンベストだけはね、なんかしっくり着てないんですよ。で、去年の秋冬ね、WRL のダウンベスト10万ぐらいで買ったじゃないですか。でロフトマイナーさんいてね、それもね、なんか結局着てないんですよ。あんまり2、3回着たぐらいで、これ見てください、何これ、あのちゃんちゃんこみたいになってるけど、何これって感じなんで、あんまり僕ちょっと着てなくて、運転時なんかにすごいいいですよって言っていただいたんですけど、運転時はね悪くないんですけど、それやったらちょっと薄手のインナーダウンとか薄手の中綿ジャケットとか着ちゃうので、結局ダウンベスト冬着ひんかったんで、最後に来たの11月ぐらいで、それ以上もずっと着てないんですけど、ちょっと誰か着方を教えてほしいということで、ぜひよろしくお願いします。それ以外にやったら、あ、これもあったね、クラウドジャケットどうですかっていうお声もあって、確かにほとんど違いないですからね。もう黒一色に、ここのロゴがアークテリクスなんかノースフェイスなんかモンベルなんかの違いだけなんで、別にそこまで特別にめちゃくちゃ違うってことはないけど、まあ細かい部分見ていけばもちろん違うんですけどもね。まあパッと見た感じ、今回いろんなジャンルがある中でマウンテンパーカーの黒で3つ並べてもそこまで違い感じないけども、まあ多分デニムとかねベストとかって言われた人はだいぶ変わってきますけども、こういうお声もあったということで、他にはねランクル250とかっていうお声もいただいてて、ランクル250、僕の少佐さんでランクル乗ってる人多いんですよ。ランクル300も乗ってる人何人か知ってるんですけど、いらっしゃったり、あとオールレン、これも革靴ですよね。僕今年の夏ぐらいにちょっとニューヨーク行こうと思ってるので、そのタイミングでニューヨークにオールデンがあるんですよ。でアメリカのブランドやから、アメリカで買うと安いっていうところがありますので、それはもうめちゃくちゃ狙っております。日本ではなかなかもうモデルが入荷されてないとかって言ったらあるんやけど、本国アメリカやったら安く買えるし、さらにサイズもおそらくあるんちゃうかなと思って、ちょっと楽しみにしております。でそれ以外にあったらゴルフウェアとかね、あとアソッソのジャケット、 ASSOS アソットっていうのなんかよくわからんけど、これはチャリンコでした。調べたら自転車系ねみたいな感じでありました。であとパンツとかですね、グレーのパンツ予約していただきましたよ。まあ僕今これ黒履いてますけど、こちらですよね、グレーのパンツ履いてるよってお声いただいて、でグレーパンツをね予約したよって言っていただいたりとか、あとロンティーもね楽しみしますっていうお声も何人かいただいて、まあロンティーは僕がずっとこれ動画でいつも着てますけど、このタイプですね、以前も見てもらったかもしれないですけど、これがもう糸の生地の素材ですね。もうこの綿の中を取っていっぱい取ったらこういうなんか棒状になるんですよね。でこれを糸にしていくっていう、この糸にする過程ってねじるだけなんですよ。ねじったら糸になるんですけど、まあ、これじゃあちょっと気なりすぎるので、これをさらに白く染めてこう清潔感のあるような白にしました。でここにでもね刻印をしてます。これよくハイブランドがするんですけど、ハイブランドも同じようにしてるんですけど、ジャパンメイドもちょっとしたいっていうことで、 L サイズを 100% オーガニックコットンメイドインジャパンということでここ書かせていただきました。そしてですね、他は例えば白スニーカーとか、あとサーフィンの板迷ってますということで、サーフィンの板もねこれ万社がなんかめっちゃ高いんですよ。僕もね下に置きっぱなしにしてるけどもね、結構やっぱ高いのでこれはね迷っちゃいますよね。そして財布買うとかね、確か3月の中旬かどっかがめちゃくちゃ縁起いい日なんですよ。だからその日になんか新しい小物とか新しいものを使い始めるといいよみたいな感じで、なんか転写日や何や日や何とか日がもう重なったスーパーマックスデーみたいなのが3月に今年1回あるんですよね。そこで使うといいとされてるらしいです。でちなみに僕の嫁はそういうのめっちゃ気にするから、タイヤとか気にするけど、全く僕は気にしないので、へーって言って今日から使ったりしますけども、気になる方はぜひ使ってみてください。でそれ以外にやったら、例えばスナップティーとかね、であとアクセサリーとかトートバッグ、小物、エアフォースとかっていうのを皆さんいただいてて、まあ、アイテムはアウターだけじゃなくて、結構パンツから小物から何から何って皆さん言っていただいてて、あとねこんな人も言ってました。全部買うっていう人ね、何を全部買うか分からへんけど、多分アクセサリーとか全身買うよっていうことだと思うんですけど、多分洋服を好きなんでしょうね。ワンシーズンで全部買っていったらすごいあれになるんですけど、あとね他の方からもねおすすめで以前教えてもらったんですけど、レッドウィングのポストマンか、これがなんかゴアテックスバージョンがあるかな、なんか防水バージョンがあるかな、なんかそれもすごいいいですよって言っていただいたんですけど、僕基本ねこのスタイルであんま革靴履かないんですよ。だからなんでお前じゃあオールデン買うねんって話だけどね、ニューヨーク行った時なんで買うねんって話だけど、オールデンはやっぱりあの最上級は知っときたいんですよ。なんでかっていうと、いいものを知らないと目利きができないんですよね。なのでラーメンとかもそうじゃないですか、めちゃくちゃうまいラーメン屋知ってれば微妙なラーメン屋の味とかもわかるけども、なんかもう地元のラーメン屋しか行ってへんかったら、なんか地元の中でうまい店知ってたら、それが世間的に見たら中レベルでもここはうまいんや勘違いしちゃうじゃないですか。だからまあいろんな服とかいろんないいものをね実際目で触れて体感して、でこんな感じになってんねやっていうのをね僕はちょっと知りたいっていうところで買いに行こうと思ってますので、あんまりね革靴はちょっと履かないかもしれないっていう感じですね。でそれ以外にやったら、あのキャンプ道具ってあるんですけど、これキャンプ道具ね今安く買えるんですよ。でなんで安く買えるんかっていうと、結構キャンプブームがもう終わり出してるんですかね。でそれによってほんまに好きな人だけがやってて、キャンプブームに乗っかった僕みたいな人はもう売ってるらしいんですよ。で結構セカストとかで売ってて、めちゃくちゃ状態いいノースフェイスもそうやし、あとスノーピー
ィークの、アイテムとかがめちゃくちゃ安くで取り出しもあったりするらしいので、もし興味ある方はね行ってみてもいいかもしれないですね。でバービックのローファー、まあやっぱ革靴なんですよね、この辺りが多いかなっていうことがあったり、コロニー2139っていうところのブランドのロンティー買いましたって書いてあったんですけど、これも僕全くわからんかったから調べてみたら、ゾゾタウンかなんかにあった比較的リーズナブルな、まあ男女あるようなブランドなんですかね。でこれをね、購入されたっていう方もいらっしゃったりということで、まあ僕の視聴者さん結構洋服にこだわる方もそうなんやけど、それプラス車にこだわるとか、あとまあコーヒーとか小物とかっていう結構こだわる方が非常に多いので、こだわらんかったらこんなん買わへんじゃないですか。こだわらへんやったら別にユニクロでええやんって話なんやけども、こだわるからこういうの見てるわけやからね。まあ僕もそうですけども、だからいろいろ多趣味な方が多いっていうことで、あの貴重な意見で聞かせていただいてありがとうございます。ちょっと全部は紹介できなかったんですけども、僕はね個人的にねこの春欲しいなっていうものっていうのが、まあ、特別ないんですけど、それこそよく買ってるものっていうのが、まあ、最近毎月めちゃくちゃ買ってるものがあって、何なんかっていうと、嫁のコンタクト、嫁の化粧水、嫁のファンデーション、嫁のグッズ、嫁関係のやつが毎月7万8万買わされております。だからそれによって、僕のお小遣いが圧迫されてるわけなんですね。結果僕自分買うものないっていう状態になってますので、基本的になんか買ってるってことはないです。でいやいやいや、お前自分にも金使ってるやと思うかもしれんけども、僕髪の毛も自分で切っておりますので、それはまあお金がないからっていうよりかは好きやから自分で切ってるってことなんですけども、約2年ぐらい美容室行ってないので、まあその前からもうコロナぐらいからずっと自分で髪切ってるんですけど、たまに年に1回だけ美容室行って、切ってもらう。で年に1回だけ切ってもらうって感じだけど、以前行ったのが京都の尾瀬さんっていうところに、スノップっていうお店で尾瀬さんっていう方に切ってもらったんですけど、それが最後やから、もう多分 2,3 年は行ってないんちゃうかなっていうぐらいね、まあ何の髪の毛の話、何の話かわからんけども、まあそういうことでいろいろ、まあ皆さん欲しいものとかね、これ買うよあれ買うよっていうことをいろいろ教えていただきました。またなんかおすすめとかあったらぜひ教えていただきたいなと思いますし、僕もちょっと全部わかってるわけじゃないので、家具セットはオールデンって言ったけども、他にもこういうのもいいよとか、 JW なんとかもいいよとか、 JS ウィストンかな、なんか忘れたけどそんなのもいいよとか、あと小物やったらね、こういう小物いいよとかっていうのをぜひ教えていただければ嬉しいなと思いますので、まあ、今回皆さんご協力いただいてありがとうございました。まあ、意外と最近、その最初も言ったけど、レザーが人気なくなってきてるって、マウンテンパーカーも人気なくなってんねやろなと思ったら、意外とマウンテンパーカーは引き続き人気で、さらにそれにプラスアルファする形でデニムも人気になってきてるっていうところが、分かりましたんで、有意義な、アンケートとなってました。皆さんご協力ありがとうございました。ということで本日はですね、春に欲しいアイテムを視聴者さんに聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。